なんか焼けた。焼けない？ここちょっと焼けてるね、しーちゃん。目の下。あ、本当だ。赤い。もうね、え？ずっと遊っ公園で遊んでたからじゃない？ここ3日ぐらい。うん。あれ3日連続遊んだ？遊んだ。よね。2日じゃない？あ、2日か。本当は焼けてる。なんかオレンジ。マスクしてたのにね。でこの辺マスクしてたから、まあ、もらえる。そうだね。だから余計さ、全体が朝ちょっと焼けるんじゃなくて、こうマスクの上だけ焼けてるからちょっと目立つのかな。ちょっとびっくりした。まあ、2日間、まあ半日遊んでたからね。午後からずっとね。そうなんですよ。まあいいや、はい。みなさん、こんにちは。すりみちゃんのよしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、私、なんと、6年生になりました。よかったですね、無事なれて。無事なれて、まあ、よかったですね。はい。ということで、無事6年生になったんですけど、今回はね、その、6年生になったということで、動画にしてみました。はい。ですね。無事6年生になれてよかったっていうのもあるんですけど、6年生になってね、クラス替えっていうものがあるんですね。まあ、うちの学校はね、もう1年ごとにクラス替えがあるので、はい、そう、りんちゃんもね、あるんだけど。あるんだけど、私もね、はい、クラス替えをしました。はい。でね、去年もしたように、クラス替えについて話していきたいと思います。はい。もう最後だからね、6年生ってね。そうなんかさ、5年生とか4年生とか3年生だと、また来年もあるし、みたいな考えがあるじゃん。でも、6年生はもうこれで最後で、このクラスで卒業するんだっていう、結構大事な学年かなって、ママはずっと思ってて。はい。思わない？いや、やっぱり思うよね。修学旅行もすごい大きな修学旅行がやっぱり6年生だけあるし。お金持ってっていいんですよ。なんかそこはいいから。とりあえずクラスお土産を買えるんです。それもいいから。まだいいから。まだ行けるってか、確定してないから、それで行けなかったら悲しいから、あんまりほら、言わないんだよ、そういうことはね。でも楽しみ。ね、はい、まあ、とりあえずね、6年生のクラスは大事なのかなっていうのがちょっとあるからね、はい、どうだったかなと思いまして、はい、でですね、前回もね、やったんですよ、去年ね、去年、うんうん、でさ、前回は良かったって話してたんですね、うん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 、私5年生は良かったって、仲良かった友達となれたって、うんうん、あ、でもプラバンの女の子って出てきてて、あ、うん、でその子とは今年も離れました。確かに慣れないね。もう3年から慣れてません、うんね、あれ3年だよね、3年から全く一緒になれてなくて、うんうん、今年も離れました。でですね、5年生の時に仲良かった友達がいたんですけど、その子とね、一人だけ一緒になりました。で、ね、家も近いんで、その子とは良かったです。でもね、うん、その他は離れちゃったんだけど、うんうんうん、その子がいてくれたおかげでね、心強いなって思います。そうね、まあ、仲いい子が一人でもいると、もうほんと安心っていうかさ。でもなんか6年生のね、うん、名簿を改めて見たんだけど、うん、仲いい子と 2ペアずつになってるなって感じがして、あ、やっぱ6年生だから、うんうんうん、少しでもなんか 仲いい友達となんか2ペアでくっついてる気がして、みんな。なるほど。やっぱもうバラバラにするんじゃなくて、まあ、ある程度仲いい子も5つこう分散みたいな、みたいな感じで、なんか、ね、仲いい子2人とこうくっつけてる気がしたんですよ。確かに改めて見るとそういう傾向あるかもね。しほちゃんも5年生の時、多分先生が一番仲いいって言ったことになったんだもんね、6年もね。そうなんです、そうなんです、うん、だから本当にそうありえるなと思って、うん、でも本当は別れる気でいたんです、うんうんうん、そのことはね、朝も一緒に行ってね、朝も一緒に行って、これで最後かもねみたいな話をしながら行ったんですよ。そしたら一緒だったんです。はい、はい、はい、でね、先生も5年生の時に持ち上がった先生で、うん、私が1年生の時からいる気がして、結構上学年をね連続で持ってるイメージなんで、ね、確かにいい先生だと思います、うんうんうん、私もね、私のイメージの、私も一回まだ授業も受けてないんで、うんうん、あんま分からないんですけど、いい先生です多分。まあ評判はすごくいいよ ね、うん、いいよね。周りのお母さんたちも先生いいよねって言ってくれてるし、ま、ママも先生は分かんないから分かんない、ね、何とも言えないんだけど、うん、
まあしほちゃんもね、初めの何こうね、あるちゃんなんかこう初めてこうクラスに入ってさ、先生が話したこうパッと見は良かったでしょ、パッと見とか、うん、かった良かった良かった良かった、そこでやっぱ8割はさあるじゃん、なんかえちょっと無理かもとか、ちょっと怖いかもとか、あなんかいいかもとかさ、そこでちょっとあるじゃん判断が。授業はまたさ別として、授業はね印象最初のこの印象は良かったです。第一印象じゃないけどさ良かったです。良かった、はい。まあ男の先生で、ちなみにそうですね、去年もね男の先生だったもんね、翔ちゃんね。そうなんですよ。ですね、でもね、でも離れちゃった子もいるし、あでも正直クラス替えした気にならなくてまだだって2日しか、実はこれまあ2日ぐらい経った後に撮影してるんですけど、はい、まだねもう浅いじゃん、まだ給食始まってないし、これからだよねやっぱ実感するのって。でもクラスで漢字練習やったし、うん、入学式準備やったし、うんうん、結構もうだいぶクラスにいると思うんだけど、うん、あの放課後にね 5-2 で遊んじゃってるんですよまだ、だからそんな実感湧かないっていうか。まあ今の時代さ、ママたちの時と比べるとさ、やっぱ携帯スマホがあるじゃん、 LINE とかでさ今日遊ぼうとか一人が声かけると、そのね元5-2のメンバーにバーって行くわけじゃん。行くべ。そうするとさ、やっぱりね、別にクラス違ったからさ、まあ遊べなくなっちゃうとかさ、うん、そういうの ないよね、今の時代ってね。普通にさ、今日遊べる、いいよ、どこで遊ぶ、いいね、いいね、遊ぼうっても遊べるんですよ。そうだ、学校で一回も会わなくても、うん、帰ってきてから、今暇とかさ、ゲームしようとかさ、なんかそういうのってさ、やっぱ今の時代ならではの、あるよね。あるよね。だからあんまりね、そういうことは、気にならないのかなっていう。でも私本当にね、全員とクラス分かれても別にいいかなと思って。そうすごい、ジョーちゃんね、クラス前、あクラス替え当日の前からめっちゃもうポジティブでママとか結構なんかクラス替え嫌だね、心配だねみたいなタイプなんだけど、はい、ねめっちゃポジティブだよね全然楽しみみたいなそうめっちゃ楽しみとか言ってて、本当楽しみなんだよね、私何組になるかなとかすごい言ってて、うん、でですね、あの別にクラス全員分かれても別に良かったなと思って、まあ、それはないんだけど、私以外クラス全員違う学っていうのはないんだけど、ないんだけどね、それでもいいなと思ってて、本当ね、全く知らないね友達と囲まれると新たに友達ができるじゃないですか、楽しくない？ポジティブだよね、また新しい友達を作ればいいじゃんみたいな、そういう考え、作ってまた友達とね一緒に楽しむっていうのが、うん、楽しみだったんですよ、うん、またまあね、まあそれもあるけどでもさ、やっぱりさ、はい、1、2年生、3年生の時はさ、うん、まだこう知らない人が多いからそういうのもありだけど、はい、やっぱ6年生まで来ちゃうとさ、6年間誰かしらとは今まで一緒のクラスになってきたわけじゃん、はい、そうするとさ、やっぱりある程度さ、こうなんていうの、グループじゃないけど、ね、グループじゃないけど、なんか仲いい子はもう決まっちゃってるみたいなさ、そういうところもあるじゃん。ない、そういうのないんだ。私は見てない、そこ。あ、見ないな。見ないで。本当にあそこを見ないでいきます。なるほど、素晴らしい。素晴らしい。いや、まだまだお友達増えますか、今のクラスで。増えますよ、多分。本当？うん。まだまだ関わったことなかったお友達いっぱいいる？います。去年転校してきた人が2人いるの。うちのクラスに。そうなんだ。全く喋ったこと、一言も喋ったことない人もいるし。楽しみですね、友達になれるのが。ということで、今回のね、クラス替えは良かったということで、終わりたいと思います。はい、ということで、はい、それでは、バイバーイ。まあ、6年生もね、頑張ってください。頑張ります。あと1年ですね。今年から歴史が始まります。嫌ですね。まあ、勉強も頑張ってくださいね。頑張ります。バイバーイ。